はい、じゃあ続いての商品結構お願いします。続いてはママフラワーズショートスリーブシャツ。はい、まあ、こちらは、まあ、オーバーシルエットのシャツなんですけど、まあ、そこから2パターンはカーキとホワイトストライプ、あとはこれをミックスさせた3色展開ですね。1色はケイ君着てるやつですよね。結構なんか、まあ、同じ全く同じ柄ではないんですけど、タッチが同じお花柄で、うん、白の方はストライプが入ってます。ホワイトストライプ結構上品な感じです。で、まあ、形の特徴でいうとオーバーサイズなんですけど、サイドスリットがすごい入っていたりとか、あとはフロントのシームにポケットが入ってたりとか、まあ、形の特徴も結構ある。使い勝手もいい、さらっと着れるシャツが、シームがそのままポケットになってるってこと。そうね、あんまりガチャガチャするデザインなわけでもなく、そのまま機能的にポケットになる、まあ、お上品な、お上品な。でもいいですね、これもかなり通気性良さそうなんで、夏場にさらっとして、さっきモデルの女性のモデルの方がこのミックス着てるの見たんですけど、なんかチャイナシャツっぽい雰囲気も見えてめちゃくちゃ可愛かった。あ、フロントのこの、そう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 、それちょっともう一回見たいですね。見たいな、見せてもらいましょうか。どうかな、どうかな、来るんでしょう、ね、メンズどうかな、ね、もうなんか深夜だからもう嫌だと思ってさっき帰った可能性もありますからね。一応行ってみましょう。はい、じゃあお願いします。はい、ということで着用した感じがこうなります。ラフですね、時間かけてきてるね、ざっくり。そうすると結構ドレープがかって見え方がまたちょっと変わりますね。そうですね、ドレープで、まあ、広がり結構幅はあるんですけど、まあ、広がらず落ち感でストンと、うん、どうですか、うん、着た感じ。すごい着心地いいです。今日は素敵です。これ1択で、1択で、はい、さっきのシャツはどうでしょう。さっきのシャツも大事です、大事です。じゃあ2択ですね。また増えそうだ、増えそうっすね。じゃあ一周してもらいましょう。まあ、ワイドショーツ系と合わせて、そうですね、うん、僕ちょっとこう短めのショーツでもある気がするんですよね、うん、細めのね、確かにそういうスタイル好きなんですよね。いや、さっき女性のモデルでやってたんですけど、女の子とかはこの深く入ったスリットを使って、なるほど。可愛い。竹内くんだからちょっとすごいことになってて、女性やったら可愛いじゃない。可愛いですよね、うん。スリットが深いからこそできる。できる。じゃあありがとうございます。お疲れ様でした。